アレクサンドル・ニコライヴィッチ・ミハイロフは、ロシアの政治家。クルスク州、シグロフスク地区コソルジャ出身。1993年から2000年までロシア、連邦議会会員国家会議議員。2000年から2018年まで、クルスク州知事。2005年ロシア連邦共産党を離党。ハリコフ交通大学を卒業した後、1968年から、 政党工場勤務。1974年まで兵役に就く。除退後、ロストフ高級等学校で学ぶ。1976年クルスク州で、コムソモール活動に就く。1979年ドミトリエフスク地区等、委員会部長。1983年シグロフスキー地区、第二初期。1991年、クルスク州議会議長。 シグロフスキー地区人民代議員大会議長を歴任する。1993年国家会議議員に当選。院内では、ロシア連邦共産党会派、国防委員会に所属する。また、共産党内では、クルスク州第一書記。1995年会議員に再選される。軍備制限、軍縮省委員長を務める。 1997年共産党中央幹部会員。1999年会議員に参戦。国防委員会副委員長。2000年クルスク州知事選挙に立候補し、第1回投票で39.5%の票を獲得し、決選投票では得票率55.5%で初当選した。2005年と2010年は、 大統領より、知事に据え置かれ、2014年の選挙では、得票率66.8%で4期目となった。2018年に知事を辞職し、後を継いだローマンスタロボイと知事代行はミハイロフを、上院議員とした。2020年12月4日に69歳で死去。私生活では、夫人との間に一男数目がいる。ありがとうございます。